どうも皆さん、こんにちは。ゆずきゆかりと、ことのはあおいです。今回は、ジョーク記事を紹介いたします。アイテム番号は、SCP-649-2568-J。ジョーク記事らしく、変な番号だね。メタタイトルは、テクニカラー地理学。オブジェクトクラスはケテルです。なお、記事内では SCP-649-2568 と呼称されているため、それに倣って紹介と解説を行いますね。特別収容プロトコル。SCP-649-2568 は、標準動物収容ユニットに収容されます。いかなる状況であっても、当該実態に、地質や地理について議論させてはいけません。SCP-649-2568 とのインタビューを毎日行うようにスケジュールを立て、その際には将来の逃亡の試みに焦点を当てます。それ以外の実験は、プロジェクトの管理者の承認が必要です。特別収容プロトコルは以上です。動物なのはわかるけど、どういうアノマリーなのかはまだ推測できないね。説明。SCP-649-2568 は、ヒーローアナコンダに類似した外観を有する実体です。その外観にもかかわらず、当該実体は人格を有しており、人間の男性の口調で話します。SCP-649-2568 は、それが見た、あるいは説明を聞いた、あらゆる地形を作り変えることができます。この再形成イベントは、当該実体が平坦すぎるとみなした地形にのみ影響します。平坦すぎるもの。過去の事例では、平地や沼、海底が対象になりました。再形成イベントの際、対象となった場所の中心部が数秒間振動した後、地形が隆起し始めます。これらの隆起は一様に、平坦な頂上と急勾配の側面を有しています。隆起する現象自体を除けば、内部構造に異常な特性はありませんが、この隆起を止める方法は発見されていません。また、SCP-649-2568 は、インタビューにおいて、あらゆる質問に正直に答える衝動を示しています。これにより、数件の逃亡の試みが明らかにされており、そのうちの1件は、外部組織との異常なコンタクトを含むものでした。地形の説明が再形成イベントにつながるため、収容を継続するためにも、この異常なコンタクトの方法を特定する必要があります。その外部組織から、どこかの地形の話を聞いたら大変だもんね。当該実態へのインタビューは、このコンタクトの制限に有用ではありますが、当然ながら、インタビューをきっかけに再形成イベントが起こることのないよう、注意する必要があります。ここまでは、ジョークでなく普通のアノマリーみたいだね。普通のアノマリーっていうのも変な言い方だけど。本記事には、収容直後に行われたインタビューの記録も記載されています。拝見いたしましょう。こんにちは。あなた自身の言葉で、あなたについて説明してください。Well, I like big views, and I cannot lie. この自白の後、プロジェクト管理者がこれ以上の質問を承認するまで、インタビューは保留されました。いや、それよりも、なんで急に英語？翻訳記事もあるんでしょ？それはですね、葵さんにクイズを出すためですよ。この文章、和訳できますか？できるけど、あんまり言いたくないかな。なぜです？恥ずかしがるような文章でもないでしょう。いや、恥ずかしがるような文章でしょ。これ以上動画のテンポを悪くしないでください。ほら。私は大きなお尻が好きだ。そして、嘘がつけない。急に何を言い出すんですか、葵さん。ゆかりちゃんが言わせたんでしょ。そんなことを言わせるつもりはありませんでしたよ。これはですね。ああ、私は大きなビュートが好きだ。そして、嘘がつけない。という文章なんですよ。ビュートって何？ビュートは、柔らかい地層が浸食され、硬い地層が残されてできた、細長い丘のことです。ああ、だから SCP-649-2568 は、地形を隆起させてたんだ。意味は分かったけど、これはどういうジョークだったの？ええ、そちらも解説いたしますね。本記事には、元ネタが存在するんですよ。それは、サー・ミックス・ワロットがリリースした楽曲、
ベイビーダットバッグです。I like big butts and I cannot lie という本楽曲を象徴するフレーズのダジャレがオチになっていたわけですね。SCP-649 の2568がアナコンダであるのは、本楽曲にアナコンダが登場していたことと、本楽曲をサンプリングして作成された曲のタイトルがアナコンダであったことが理由でしょうね。アイテム番号に関しては、ミックスアロットを携帯キーに当てはめた際、対応する数字を用いたそうですよ。元ネタを知らないせいか、へ、くらいの感想だけど、知っていたらもっと面白いのかな？そうだと思いますよ。英語版記事のレートは、なんとプラス390ですから。それはすごいね。以上、SCP-649 の2568の J でした。ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。また次の動画で、お会いしましょうね。ところでゆかりちゃん、どうしてこの記事を選んだの？日本語版記事のレートがプラス4だったので、より多くの人に魅力を知ってほしいと思ったんですよ。偉いね、さすがゆかりちゃん。インパクトのあるサムネにできそうというのもありましたが、これは言わぬが花ですよね。